古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。キャベツ、人参、玉ねぎ、ニラにネギ、野菜だけで作った優しい餃子ができました。お肉が食べられない方も安心してお召し上がりいただけます。餃子の山八の優しい餃子です。おいしいな、食べたいな。こんばんは、坂田修大です。先週から安曇野に伝わる八面大王伝説にまつわる場所を訪ねています。八面大王伝説はこの番組で紹介しましたように、主に2つの伝説が伝えられています。一つは小笠原藩の御家来衆の方が編纂した神父陶器、もう一つは誰が書いたか不明だという仁科乱笑記というものです。2つの説は少しずつ違った点がありますが、いずれの説も有明山周辺に住む八面大王討伐の模様を伝えています。そこで今週もこの八面大王伝説の地を訪ねて紹介していきます。ご案内を安曇野の案内人クラブの川崎勝之さんにお願いしました。今週は八面大王の根拠地だったといわれるネズミ穴地区を訪ねます。ここにはネズミ石という不思議な伝説を持った石があります。有明山神社にも近い道にありました。ネズミ穴地区に来まして、ネズミ石というふうに書いた看板があります。そうですね、2メーター四方の玉垣で囲ったところに、丸い石があります。石の大きさはそうですね、横幅が2メーター近くあるでしょうか、2メーター四方ぐらいですね。縦もそうですね、ずんぐりした岩の塊になってます。それで手前の方に、大人の拳台の、一番手前の方に穴が開いておりまして、そこに、水が半分ぐらい溜まってるといったような石です。ネズミ石という伝説がここに残っているという話です。これがネズミ石ということですね。そうですね。どういう伝説があるんですか。この辺りネズミ地区になるんですけど、ネズミ地区、ネズミっていうのはその安曇野にも通じるっていうことで、はい、安曇野族の安曇野の本拠地がこの辺りにあったんじゃないかという、安曇野族の本拠地が、ことが言われてるんですね、はい、それでネズミ、そうですね、でネズミっていうのはあちこちにあるんですけど、はい、寝ずに見る、ね、あ寝ずに、寝ずに見る不審判ですよね。あ、なるほど。要するにこちらに攻めてくるかどうかってこう を見張る場所ですね、うん、それはネズミって言ったり、あとキツネっていうところもあるんですね。あとでキツネ島っていうところ通りますけど、あ、そうですか。そこは八面大王の部下の狐が、捕まったところということで、あ、そうですか。狐島ってなります、ここはネズミで、はい、坂本博さんはここが本拠地だっていうふうに、あ、ここは本拠地言われています。はい、そしてで、はい、この後ろがネズミ山ってことになるんですけど、こっちに城跡があったんですね。あ、お城があったんですか。戦国時代になんか小高い山になってます。そうですね、丘になってますね。はい、はい、丘の上にお城があった。山城ですね。山城が、はあはあ、
でここに住まわれているのがあの千野さんっていう方なんですけど、その千野さんが小笠原氏から預かった旗を持っていかないと穂高神社のお祭りが始まらないって言われてるんです。ですから小笠原氏にとってもここは非常に大事な場所、すなわち安住族にとっても非常にこの辺り一帯を支配するにあたっては大事な場所だったという。分かりました。ということで、まあ昨日あの穂高神社に行ってですね、お話を伺った時にお船祭りにネズミ地区の方も、のぼりを持って参加 してるんですよって言われて、そののぼりに小笠原の三階節ですか、そうですね、あのマークがついてましたね。あれが行かないと、あれが先頭にこう歩くわけですから、あれが行かないと始まらない、祭りが始まらないことなんですね。ですからそういった重要な場所で、昔からそういう場所で、まあ、多分たまたま穴が開いてるんで、ネズミ穴ってつけたんでしょうけど、そういう伝説の地になったということですね。実はですね、この2メーターぐらいのずんぐりした、高さは、40センチぐらいのね、ずんぐりした饅頭型の円形の、石ですけども、ここに、一番手前の方に、人の拳大のね、穴が開いてるんですよ。この穴もなんかいろいろ言われてるんですね。ここは有明山頂の、銀名水とか金名水とか、その名水が、あって、それがこちらに湧き出るっていう言い伝えもあったりですね、あとよくありがちなんですが、前腕伝説ですね、地域の人が結婚式があるからちょっとお膳が足りないから貸してくれとか、お願いすると、翌日こちらに、お膳が揃って出てるという、話があって、ただある時そのお椀が壊れちゃったのに知らん顔して、不届きな人がいて、それ以来こちらにお願いしてもそういうお膳とかはお膳が出てこなくなったと、そういうような伝説もある、そうですか、石なんですね。あとこの穴が善光寺につながってるという話もあります。善光寺って当時でしょうか。そうですけどね、そういう話はもう安曇野に限らずあちこちにありますね。この穴は善光寺につながっている、だから善光寺大地震の時に、ここから善光寺に地震が来た時の、大騒ぎした音が聞こえるとかね、あるいは土ぼこりがその時舞ったとかっていう伝説が、ここに限らずあるんですね。この有明山頂の金名水銀名水という、そういう湧き出る水も有明山頂にはあるんですね。私ちょっと確認したことないんですが、ですか、あるという そういう水がね、ここから出るという、湧き出るという、ただの溜まり水としか思えないんですがちょっと水が溜まったんですけど ね、ただ昔の人のそういう想像力っていうのは、すごいものすごいですね、ここから有明山頂までかなりありそうな気がしますけどね。そうですね、そういう、言い伝えもあるというネズミ石伝説というこの岩です、本当に、丸いね、高さが本当に40センチしかない、岩の塊ですけど、その一番右の手前の方に、大人の拳大の穴が開いてる、半分ぐらい水が溜まってますけども、その穴に有明山頂の水が湧き出てくるんじゃないかというような伝説があったり、いろんな伝説を持った石です。ネズミ穴地区にありますネズミ石の伝説でした、八面大王の拠点だったとみられるネズミ穴地区でしたが、今度はその八面大王を討伐するために人々が集まった場所だと言われるところ河合神社へやってきました。かつて安曇野周辺を開拓したという民話の主人公泉小太郎と関係の深い場所と言われます。河合神社の鳥居の柱に、この番組で紹介した安曇族の謎を探るの著者坂本宏さんの名前も見えます。河合神社に来ました。河合神社と書いた扁額が
ありますね、一つ手前に、まあ中くらいの鳥居、石の鳥居ですねがあります。あの泉小太郎っていうのは、はい、昔安曇野が湖水の、はい、祖だったんですけど、はい、それを母の西流に乗って、お高神社にありましたね。そうですね、お高神社にあの銅像ありましたよね、あの話が の本家がここだというあここなんですか主張をしているんですよ、実はそうじゃないという説ももちろんありますけどね、でこれあの神父陶器にもこの話は出てますし、それから乱書記にも出てます、はい、乱書記には例 の, あの西直方の神家で光る尼子っていう、はい、あの名前で出てます、はい、あれが泉小太郎ですね、はいはい、この湖水だったところをあの切り開いて、開拓の礎を作ったと、はい、それでそれに成功した後はあこちらに移ってきてこちらに、はい、あの住んでいたというお話なんですね、はいはい、そこに大海人の王子が来られた時に、はい、こちらに河合神社を創建したとい う, あそうですかあの話になっているんです。で実際にはここではなくてもうちょっと離れたところがあって後からこちらに移したこちらに移した。あそうですか。ひょっとしたら川っぺりにあったんですか昔は。あの川の合流地点でしょうね。あ川の合流地点、はい、そうかにあったんですね、ということでこう鳥居をくぐりまして、まあ、鳥居までまっすぐな道路が、400、500メートル続いてますね。あのこれがまあ式内社の特徴だっていう言い方で、こちらが式内社として、縁起式に登録されている神社だよっていうふうに地元の方は主張されてますけど。なるほど。明石の方はまた河合神社っていうのが昔あって、実はあちらが式内社だっていうふうに主張してますけどね。そうですか。でこれ見てください。坂本博さん。坂本博さんっていう例の、安住族の謎を探るの著者です、はい。で彼が、はい、ここの御祭神は泉小太郎なんだけれども、それは昔の話で、今は粗骨渡つみの神、はい、粗骨渡つみの神、渡つみ三神、安住族が構成する神様、はいはい、一番最初に生まれるんですね、はいはい、ありますよね、そのうちの粗骨渡つみの神が祀られている、はいはい、じゃあ中津はどこかって話なんですが、先ほど言った有明山神社、有明山神社、あそこに中津、あそうですか、渡つみの神、はい、じゃあ上津渡つみの神はどこか、有明山の山頂、山頂ですか、はい、あそれがあの坂本さんの説ですね。説ですね、はい、でそれでその今おっしゃった式内社の、式内社であるゆえんというのはまっすぐここまで 400-500m ぐらい続いてますよ ね, ありますね。そういうところが、そういうところが昔の式内社っていうふうに言ってるのは唯一の根拠なんですけど、ね、あそうですか、はい、式内社河合神社ということですね。ここにはですね、ここに坂の上田村麻呂が軍勢を集めて、はい、さっきのネズミ穴の方に向かって攻め寄せていったと。あでなるほど。最終的には合戦沢っていう、つば九郎岳登る途中に合戦小屋っていう小屋があるんですけど、はい、スイカで有名な、はい、そこまで攻めていって、全部を、まあ、平らげたというお話として残ってますね。さっき の, 中部佐川をずっと遡っていって、はい、山に入ったところ、ね、あそうですか、はい、ここに、まあ、本殿でしょうがありますね。式内尊者河合神社と、河合の愛というのは会という字ですね、会うという河合神社、来由緒、由緒書きですね、祭神は粗骨渡つみの御事というふうに書いてます。ここはさっきお話したように、はい、天武天皇が王子の時に、はい、こちらに寄ってきて、さっきの、まあ、泉小太郎
光る尼子ですね、はい、白水楼と言いますけど、はい、それが居住していたところにこの神社を建てたと、はい、いうこととその後に、八面大王を征伐するために、坂の上の玉田丸が、うん、ここに軍勢を集めたと、集めた、はい、いう話が、まあ、残っている、はい、というところでしょうね、はい、八面大王討伐のために人々が集まった河合神社。調べますと農具川と高瀬川の合流地点にあり、川の氾濫によってたびたび遷座を余儀なくされたとありました。今度は明石名の西川の近くにある神社、西宮社というところへやってきました。ここは何という神社ですか？西宮社。西宮社、はい、さっきの西川の西、はい、宮の社ですね。はいはいはい、西川が この横流れてましたね。最後は浅子ですね、はい、でここは西宮社と言います。ここの御神体は、はい、西川の河原の石が御神体なんですよね。石が御神体ですか？そうです。うわ、だそうです、そういう西宮というところに来ました。ここに、はい、抹茶がいくつかありますね、6つの抹茶が あります。小さい祠が並んでます、はい、真ん中に少し大きめの祠があって、これがあそこに八面大王社ってありますね。ああ、八面大王鎮座というふうに書いた、札がかかってます。これ八面大王を祀って祀られて、はい、でここは塔の原っていうところなんです。塔の原、塔の原の塔っていうのは、はい、八面大王の頭が埋められたんじゃないかって、頭が埋められたっていう話があるんですね。おでここに八面大王のお社があるのは、はい、これは実は川の中に、八面大王のお社がかなり立派な、ね、お社があったんですね。荒上島っていうところです。荒上島、はいはい、2軒の幅ですから非常に立派な、お社ですよね。お社が、はい、だから御宝殿っていう言い方をすることありますけど、はい、お宝殿、そのくらい立派な、八面大王を祀ったお社があったんだけれども、あったんですか、洪水によって流されてしまった。だからそれをこちらに移してお祭りしたのがこのお社だった。小さいお社で、ここですね、はい、もう一つ大王わさび園の方にもありますけど、ああります、ね、それも一応、川の中にあったお社がなくなったんで、はい、あちらに勘定してわさび園の方に、作りましたよというのがあちらにもあります、はい、もしかしたらあっちの方が、まあ、観光用ですから立派かもしれませんが、ちゃんと儀式の岩屋も再現したりして立派な作りになってます、はい、ただこちらも八面大王を神様として、はい、祀ってますんで、こういうのがこのお宮の中にお社が、こちらは八面大王の頭ですか？頭が埋められた、だから塔の原って。ただ不思議なのはですね、はい、首を埋められたのが松本の塚間神社、神社ですね、はい、あそこに飯塚っていう、はい、ありますね、丸いやつありますよね、あそこに首が埋められてる。ああ、首と頭とどう違うんだって話なんですけど。同じじゃないかと。同じじゃないかって話はあるんですけど、ただ一応こちらは八面大王の頭が埋められたんで塔の原じゃないかと、まあ、別の説によれば、はい、まあ、明石の廃寺のように、はい、立派な塔が立っていたので塔の原だというふうに地名がついたんだという説も、はい、もちろんあるんですね、まあ、どっちを信じるかっていう、はい、辛いものがありますけれども、はい、まあ、明石の廃寺の立派な塔が立っていたから塔の原って考えた方がいいかもしれませんが、はい、ただここは八面大王が神として祀られている。穂高とかあちらの方に行くとなんかこう嫌われ者としてこう扱われてますけど、こちらの方では神様として
大事にされてたという一つの証だろうと思うんですね。これはあの今の博物館の館長が、はい、言われていることなんですけどね、やっぱり八面大王っていうのはそういう鬼とか、はい、人間とかそういうものじゃなくて、はい、絶えず北アルプスから流れ出す洪水とか土石流とかそういったものを あちらの方は土石流になると非常にあの被害を被りますよね、ですからそれをその魔物のように恐れたと、はい、だからあちらにとっては魔物だと。ただ赤品の民にとってはそれはあの神様であったと、はい、いうような考え方をされています、はい、だから必ずしも神父陶器とか西の乱書記とは違います、庶民のいろんなそういった信仰とか思いとかから生まれたのが八面大王だよっていう説なんですね。あ、まあ、そういう説だということですよね、はい。まあ、そういうふうに、八面大王、まあ、ゆかりの地ですよね、ここもね。そうですね、いいも悪いも。そうですね、西宮、西宮社、西宮社というその西宮社の祠がですね、私の今目の前にありまして、そうですね、高さが1メーターぐらいですね、そのぐらいの高さの祠になっています。そして天井の方に、八面大王、鎮座というふうな書いた木に書いたものが貼ってあるということですね。先週から八面大王伝説が残る場所を訪ねています。安住族と関係の深いと思われる有明山神社から八面大王の住処といわれる儀式の岩や八面大王の本拠地とみられる鼠穴地区、さらに八面大王討伐隊の集合場所河合神社、そして西宮社までやってきました。ご案内を安住の案内人クラブの川崎克幸さんにお願いしました。来週はこの続きをお送りいたします。ここでリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。こんばんは。今日は八面大王の名前のついた足湯、ご紹介します。八面大王足湯というですね、ストレートな名前なんですけれども、はい、この儀式の岩屋のある地区のすぐそばにある釈投げの湯という日帰りの温泉施設の奥にこの八面大王足湯あるんです。安曇野市観光協会専務理事の白沢雄一さんに案内してもらって、あそこですよって言われたらびっくりしました。ちょっと遠目からでも分かるぐらい、まあ、大きさで言うと縦が1メートル、うん、横も同じぐらいの幅のある巨大な顔が8つ柱を取り囲むようにして並んでいる。あ、要するに 八面に、その通り。じゃあ大王の顔なんですかね、それは。そう、8つの大王の顔がぐるっと取り囲んたような大きなモニュメントの足元にお湯があるんです。お本当にあの大きな顔で、あの目がギョロッとしてて頬骨が高くって、よくよく見ると顔がね、一個ずつ表情が違うんです。8つそれぞれ表情が微妙に違うわけですね。これ喜怒哀楽、そうですねって言われたんですが、プラス4ですね。その八面大王のこう見つめる中で足湯浸かるんですけど、こう半円状にカーブした形、あのかぼちゃの薄切りをした時みたいなのの大きな感じの湯船なんです。湯、はい、にこういっぺんに20人ぐらい並べるぐらいの広いところなんですけど、私が行った時にすでに先客が3人いらっしゃいました。その中の一人、去年の春に安曇野に移住してきたという女性に入り心地を聞いてみました。あ、結構でもツルツルするし、あったかいし、で結構私は好きです。めっちゃ足がポカポカしてて、もう暖かくなって相当入ってるし。でもなんかなんていうんだろう、温泉って結構暑くなるとちょっと疲れるなって感じしますけど、足湯なのでなんかリラックスしながら長時間入ってられるので、足は見た目あんまり良くないですけど結構好きです。
足が真っ赤になってたのでちょっとドキドキしながら私もチャレンジしました。確かに厚めなんです。厚めなんですね。最初足入れた瞬間にチリチリっとするぐらい厚くって、これ42度井戸はあるんじゃないかなと思って白沢さんに聞いたら、中房の湯というお山の中にあるところのお湯からここが源泉で16キロかな、はい、引いてくるんですって。で湧き出し口で90度あるので16キロ引いても70度。あ、暑いんですね。そうなんです。さらにその貯湯槽って言われるところで溜めておいて、はい、冷ましてそれでも集めというそうですか。かなりハードなんですが、だんだん足入れてると慣れてきます。そうするとですね、やっぱりね、トゥルントゥルンとした感じの感触が気持ちよくなってくるんです、うん、その辺の泉質について白沢さんこんな風に教えてくれました。アルカリ性単純泉という泉質で pH が 8.7、 なので少し中性よりは少しアルカリ度がの方に偏ってるっていう温泉なんですけど、まあ、アルカリ度が高いっていうことは角質層を分解するんですね、うん、ですので、まあ、美人の湯と言われるお湯温泉ほどアルカリ度が高いんですよ。pH値が高いんですね。まあ、これ美肌の湯、そうです、美肌の湯ですね。美脚の湯になる、なれそうだ、ね、足だけ、ね、足だけ美脚化してきました、うん、と言い張りますけど、途中でボコボコって音が聞こえた、音が、ね、聞こえましたね。あのね、なんか本当ジャグジーのようにボコボコって時間が来るとね、数分間っていうかね、ボコボコしてくれるんですよ。なるほど。これがまた気持ちがよくって非常にいいお湯なんですが、まあこう八面大王という名前がついた理由についてはそのやっぱ八面大王って安曇野の民話には欠かせない題材だっていうことで、もう地区があちこちありますけど地名がいっぱい残っていることも、うん、前編のね、お話の中でも分かったかと思いますが、地元の人にとってはこう悪いことをしてるかもしれないけど庶民を守るような印象が強い、いわゆるダークヒーロー的存在なのでお名前がついてる部分があるのかもしれないと、そういったことも込めてこんな風に白沢さん考えてるみたいです。最終的には坂の上田村麻呂に成敗されたという説がありますけど、やっぱり強大な力を誇ってたということは間違いがないというところでございますので、その力の強さの部分がやっぱり安曇野市民にもこうずっと伝わってきているのではないかなというふうに思いますね。じゃあ足湯使ったら力強く、まあパワースポットということでもいいかと思います。感じようによってはパワースポットにもなりうるなというふうには思いますね。いや、歴史に思いを馳せるといろんなものがね得られそうですよね。力強くなりますよ、うん、ここ北アルプスから吹き下ろす風がすごく気持ちよくて、ちょっと高いところにあるので安曇野を見下ろしながら楽しめます。ぜひぜひ八面大王ゆかりの地を歩いた後、仕上げに八面大王足湯にお出かけください。ここへたどり着くまでの旅の玄関口は信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。高島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。ガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊、バッテン少女隊の春のキーナと瀬田さくらです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジコ、スポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージックでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。